24日、東京大手町にある経団連会館ホールで経済部投資業務処みずほファイナンシャルグループ主催、台北中日経済文化代表処、中華経済研究院共催で、日台アライアンスによるアジア中国成長戦略セミナーが開かれ、多くの来場者を集めた。挨拶に立ったのは、みずほ銀行常務執行役員の矢野正敏氏と台北中日経済文化代表処の表記体代表。その後、台湾の概要をみずほコーポレート銀行の台北支店長、末永明氏が語った。台北中日経済文化代表処の経済部の余吉正部長が6月29日に調印されたエクファの内容、エクファの今後の予定、台湾の世界的な位置と日本の関係などを多くの資料を示してわかりやすく解説。みずほ総合研究所調査本部アジア調査部上席研究院の伊藤信悟氏は自身の詳細な調査から大陸中国への進出を狙う日系企業は台湾を経由しての進出一番効率が良く、かつ安全で成功率が高くなることを解説した。統一企業グループの林蒼生総裁が大陸にいち早く進出した台湾企業としてその成果と哲学について講演。エクサで中国に進出しやすくなった台湾の医療サービス業について、中華海峡両岸医療健康産業発展協会の喬培偉副理事長が講演を行い、今後の両岸での医療サービスの発展について語った。その後のパネルディスカッションでは、中華経済研究院東京事務所長の黄瑞耀氏、モバイルインターネットキャピタル株式会社の代表取締役社長勝俣美希英氏、ネオステラキャピタル株式会社常務執行役員の志村誠一郎氏らも加わり、アジア経済には日台関係が非常に重要であるとともに、アジアで最初の大型のブロック経済化の試みとも言えるエクサの効用と今後の両岸経済の発展を中心としたアジア経済全体の発展について各種の意見が語られた。全体として古くから友好関係にある日本と台湾が中心となり、エクサで台湾を通して開かれつつある両岸の経済をいかに活性化し、それをいかにアジア経済全体の活性化につなげるかが重要であるかが語られたセミナーだった。これから中国市場を狙う日本企業はそのパートナーとして台湾企業を選ぶことが非常に安全で賢い選択ということが強調された。ゼミ、両例、CHIE。